フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の一年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？どうかな。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。やっ。はい。いえ。ございます。それじゃやってみよっと。おい、いいよ。さて、ここ行こうかな。あっ、
それじゃあ行こうかな。ちょっと。ありがとうございます。じゃあね。はい。お母さんにはいつも心配かけちゃってるな。ごはんちゃん、気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して、悟空さが帰ってきたとき驚かせてやんねえとな。うん、そうだね。早く帰ってこないかな、お父さん。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって、みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな。気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ、ピッコロ。来たぞ。
あっちに降りた。間違いない、フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人嫌がる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。よくあんなとてつもない木のやつと戦えたな。すごい木。フリーザっての見に来たのよ。ナメック星の時だって見たことなかったんだから。僕たちどうなるんでしょう。フリーザってのはあんなにとんでもない木なのか。カカロットの野郎、なぜとどめを刺さなかった。カカロットの野郎、なぜ。またヤツと戦うことになるとはな。またヤツと戦うことになるとはな。とにかく近づくぞ、歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。
そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、くたばれ。くたばりはそっちだ。きます。はっ、おっ、はっ、おっ、は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 っ、そんな姿にまでなり果てて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるため。お前たちは一瞬で僕に殺される。それで終わりか。フリーザー！バカな。怒ってんだ。行ってみるしかあるまい。あの人ですよね。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。悪い人には見えないけど、得体は知れないけど悪いやつじゃなさそうだな。僕もそう思います。
なんで孫君が帰ってくる場所を知ってるのかしら。大丈夫ですよ、ヤムチャ様。悪い奴には見えないが、気をつけろよ。さっきの状態がスーパーサイヤ人、悟空もあれと同じ強さだというのは、とんだ化け物だな。あいつ、孫悟空とは宇宙のどこかの星で知り合ったのかもしれんな。でも、ずいぶん地球に馴染んでるみたいだけど。ま、あいつの言う通り孫が帰ってくれば、少しは謎が解けるだろうな。あいつ、孫、ま、あいつの言う通り孫が帰ってくれば、少しは謎が解ける。あの野郎、さっきから俺をジロジロ見やがって。何を気に入らない野郎だ。お父さんの知り合いなのかな。どうしてお父さんのこと知ってるんですか。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は。それもちょっと。それも言えないの。それじゃあ年は。年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。